ようございます。昨日のですね、夕方バンコクからですねサラブルの方へ入ってきまして、いやー、すがすがしい朝ですよ。もうピーカン寒気になったんだろうかね。でね、すごいやはり朝夕はもう涼しいですね。で、昨日の夜はですねコテージ、はい、コテージみたいなところに宿泊をしております。で、一部屋ですね、少し小さいお部屋は500バーツで、我が家はですね少し大きめのところで600バーツのねところを借りました。はい。で、まあ後ろ見てもらうと、ああいうですね台所みたいなのもついてて、まあなんていうのかな、キャンプっぽく過ごせるコテージっていう感じですね。はい。で、今日はまあペッチャブに戻るんですけども、戻る途中にですね、ミカちゃんの、好きなですね動物園に視察に参りまして、はい、それから嫁さん希望のですねサラブリの、第1級王立寺院というのかな、はい、なんかタイには6箇所しかないらしくて、サラブリのそのね1箇所があるということで、これからね、まずは王宮寺院の方へ向かって、その次にですね、ミカちゃんの動物園に視察に、ね、行きたいと思っております。はい。で、その前にですねちょっとコーヒーを、はい、入れていこうかなと思っております。まあ、今回はですね、バンコクはちょっとお仕事ということもあって、動画をね撮っておりませんが、今日はですねサラブリお遊びですので、はい、動画を撮っていこうかなと思っております。はい。とにかくね結構バタバタと忙しかったので、初日はちょっと2時間仮眠してペッチャブからバンコクで出てきたので、その日はもう超爆睡でしたね。はい。で、昨日も、夜22時に寝てですね6時に起きたので8時間睡眠をしております。はい。で、明日からまたね通常運行で、ペッチャブでね仕事をしていきたいなと思っております。これ旧知の中のですねお友達の息子さんにお土産でね、ディズニーランドのミッキーの顔をしたおせんべい、はい、いただきましたけども、ね、これは大きいね。ディズニーランドのお菓子多分十何年ぶりに食べるんじゃないかな。ありがとうございます。うん。それじゃあね、これから、サラブリの寺院とですね、
動物園に向かいたいなと思います。おはようございます。サラブリンにあるですね第1級王室寺院のですねワット・プラプッタ・バート・ラーチャ・ワラマ・ハ・ウィ・ハン長っというですね寺院に来ております。で、第1級王室寺院はですねタイには6個しかないんですね。はい、そのうちの1つがサラブリにあるということで、嫁さんのですね希望でまずはこちらの寺院にね来ております。で、歴史もですねアユタヤ王朝時代からの、歴史ある寺院のようで、こちらにはですね、ブッダのですね足跡があるということですね。こちらにはですね400年と書いておりますね。ですから400年歴史のある寺院ということですかね。すごいね。それでこちらはですね、300段の階段を上がっていくとですね非常に眺望のいい、サラブリをですね一望できる、スポットがあるらしいので、そこでねちょっとドローンを飛ばしたいなと思っております。はい、でこちらの寺院はですねサラブリとロッブリのねちょうど県境にあるっていう感じですね、イメージ的には。でバンコクからですとおよそ3時間ちょっとで来れる場所ですね。はい、この今日ね風が強いんですけど、これいいね、その風鈴っていうか風鈴だね風鈴の音が素晴らしいですね。でね、土日はかなり混むらしいですね。やはり第一期王室寺院ということもあって土日祝日はかなり混むらしいですけども、これがあれですね、これがブッダの足跡ですね。なんかですね、役所関係の人が来てるみたいで座る場所を指定されました。はい、今日なんかお屋さんが来てみたいですね。こちらがねブッダの足跡になりますね。でこちら今日は普通に公開されている感じですね。もしかしたらこの蓋みたいのバッテンの蓋がしてあるのが公開されるのかな。今日ねお偉さんの役所の方が来てましたんでお供えをねしてましたね。はい、今ねお坊さんに聞きましたらね、年に2回公開とかというんではなくて、この状態みたいですね。はい、ですからいつでもこの足跡は見ることができますと。はい、だからキンバリをですねこの脇に貼るっていう感じですね。はい、あとはまあお金をね入れてという感じです。
こちらからですね、はい、登っていくようですね。でね、今お坊さんに聞きましたらね、ドローンですけども、あらかじめ書類を作成してですね、提出して許可を得ないと飛ばせないということなんで、今日はちょっとね、難しいですね。まあ、さすが第一級王室寺院ですね。はい、いや、ぬわいまい。いや、まだまだあります。300段って言ってましたから。ちょっとね、息が上がってきました。風はね、気持ちいいんですけどね。息が上がってきました。またね。はい。290段まで。あと10段。パイアン。はい。さあ、皆さんにですね。はい。サラブリのですね、第一級王室寺院、王室寺院からのですね、眺めをね、ご紹介したいと思います。おお、すごい。おお、おお、いや、300段ですね。登ってきた甲斐はありますので、皆さんもね、ぜひこの景色をね、見ていただければなと思います。それでこの後はですね、ミカちゃんのですね、動物園視察が、はい、待っております。これからね、行きたいと思います。社長の動物園視察もですね、終わりを迎えましたので、これからですね、ベッチャブンの方へ帰りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。